正なものを正しくし、不自然なものを自然の姿に戻すのがその要諦であると私は思うのであります。しかし現在の我が国には曲がったもの、正なもの、不自然なものがたくさんあります。憲法第9条で国際紛争を解決する手段としての戦争は永久にこれを放棄する。これがためには陸海空軍一切の戦力は保有しない、国の交戦権は行使しないと決定をしたのであります。しかるに自衛隊が生まれ、日米安全保障条約の締結によって大きな問題を残しておるのであります。数を占めると、1960年11月2日東京少年鑑別所で17歳の少年が自ら命を絶った。20日前に日本社会党委員長浅沼稲次郎を刺し殺した山口音也だった。まずかった。それで河野一郎には会えたんか。いや、あかんかった。あかんかった。玄関先で粘ったんやけどな。なんで河野一郎が。河野先生は次の総理大臣になるかもしれん人やろ。だから弟子入りしようと思ったんや。俺は河野先生と同じ早稲田に入って政治家になって正しい日本を作りたいんや。正しい日本って何や。正しい日本や。そのためにこそ生きてると思えるような正しさ、このままじゃダメなんや。1966年1月早稲田大学の学生は学費値上げの撤回と学生会館の自主管理運営を求め、総大史上初の全学ストライキに突入。その闘争は150日間にも及んだ。持ち丸、彼は教育学部の新入生で、今度クラス委員になった森田君だ。森田です。よろしくお願いします。名前は必勝と書いて正勝と読みます。まあ座れよ。失礼します。ここにいるのはみんな早稲田の現状に危機感を持っている仲間なんだ。君は今の早稲田どう思ってる。斉藤さんにも言ったんですけれど、僕は教頭会議の連中が何の権利があってバリケードを作ったりするのかわからないんです。こんなに大学をめちゃくちゃにして。そうなんだ。いくら学費値上げ反対でもこんなやり方はひどすぎる。このまま最高のさばらせたら早稲田精神は消えてなくなってしまうだろう。一刻も早く教頭会議に反対して学校を正常化するべきなんじゃないでしょうか。俺たちはまさにそのことに取り込もうとしてるんだよ。一緒にやらないか。はい、やらせてください先輩。
主義の旗の下、共産主義と対決し、全学連を打倒すべく立ち上がった。今日我が日本において左翼革命勢力は、アメリカによる占領憲法を最大限に利用して暴力化し、思想の大敗や国論の二分化の元凶となっている。しかれ、明治維新という英雄的な事業を成功させた我々の祖先は、我が国の歴史の連続性、文化の統一性、民族の独立の礎をすべて天皇陛下に仰ぎ、祖国の歴史に新たな息吹を吹き込んだ。我が日本学生同盟、日学同は、全国学園に共産主義の嵐が荒れ狂う中で、過去の反共活動家や民族派学生が欠落させた大衆運動として、新民族主義を掲げ、歴史の原動力たる青年、学生の運動を統一、再編する。素晴らしい。関の孫六です。よろしければ差し上げます。先生にはお世話になっていますから。特に6月に川出から出た英霊の声は傑作ですね。うちでもよく売れています。そうですか。実は英霊の声は完結編なんですよ。僕は 2.26 事件に決起した青年士官たちを幽谷と東華の菊で書いてきましたが、この英霊の声をもって三部作とし、このテーマは終わろうかと思っています。次はライフワークに取り掛かりますよ。かかる日に宿って進めるきは。ところで先生、ノーベル文学賞の方はいかがなんですか。先生。ああ、どうでしょうかね。何しろほら、谷崎さんも一緒に候補になっていますからね。はじめまして。論争ジャーナルの中辻から紹介された日本学生同盟の持丸博と申します。今日は三島先生にお願いがあってまいりました。まあとりあえず座りなさい。率直に申し上げます。英霊の声を読んで感激しました。そこでお願いです。我々の機関紙の創刊号に文章を寄せていただけないでしょうか。日本学生同盟は我が祖国を全学連などの共産主義の完成侵略から守るため新民族主義を掲げ、去年秋結成されました。分かったから、まず座りたまえ。家内の陽子だ。はじめまして。はじめまして。さあどうぞ。あ、はい、失礼します。君たちの日本を思う心には僕も共鳴している。原稿を書きましょう。あ、原稿料はいりませんからね。ありがとうございます。美しいのはだね、君たちの純真無垢なその心なんだ。その美しい心があったからこそ 2.26 事件の青年士官たちも天皇を仰ぎつつ決起した。当時と同じように今のこのだらけ切った日本を変えられるのは軍隊だけだ。日本の軍隊、今それは自衛隊だ。実はここだけの話だがね、僕はこの春自衛隊へ訓練に行き、自分を軍人として鍛え直そうと思ってるんだ。どうやら僕には英霊の声に出てくる磯部朝一主計注意の霊が取り付いているのかもしれないな。
持丸君。はい。日本刀を触ったことはあるかい？いや。刀というものはだね、干渉するものではないんだ。生きているんだよ。この生きた刀により我々は60年安保以来続く日本の知識人の欺瞞をえぐらなければならない。高川君、はい、こちらがね、作家の三島由紀夫先生だ。入隊中の指導訓練はね、あんたに頼まれね。はい。福岡一位だろ。自分の本名は平岡君武であります。自分を三島由紀夫ではなく平岡君武として手加減せずにご指導お願いします。それでは入隊中あなたをレンジャー平岡、そう呼ばさせていただきます。いや、訓練場はやっぱり広いですね。少し走ってきます。失礼します。今夜はお世話になった教官殿へのささやかなお礼です。さあ、どんどんやってください。校長。ええー、どうも。ああ、どうも。いただきます。入隊してよく分かりましたよ。自衛隊は本当に素晴らしいところです。ここには男の世界がある。本当の日本がある。まあ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 、先生ね、そう立てられてもね、こっちはもうねヘボでないっすわ。そう。うん。じゃあ、こっち、乾杯。あ、俺飲んじゃったけど、もう一回乾杯やろ。どうぞ。乾杯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 。ああ、これめや。さあ、皆さん、3年後には日米安保条約の更新があります。しかし、このまま学生たちの行動が過激化していけば、警察力だけではなく必ず自衛隊の治安出動が必要になる、うん、その時こそ自衛隊を正式に日本の伝統的な軍として認めさせる大きなチャンスです。今の日本は変えなければなりません、絶対に、うん、その時は私も皆さんと一緒になってやります。必ず先に立ちますから。先生もご存知のように我々は政治には関わりません。とにかく我々は公務員、
つまり役人なんですよ。実は部隊を動かす防衛庁の課長ポストはほとんどが出向してきた警察官僚に握られているんです。クーデターには賛成できません。226事件が成功しなかったのは日本がすでに近代国家として成熟していたからです。軍隊によるクーデターというものは発展途上国にのみ有効な政治手段だと私はそう思うのですが発展途上国のみと、いやあなたのようなインテリにはかなわないな作家の先生にそう言われるとなんだかこそばゆいですなどうぞ大作家だからな。1967年ベトナム戦争は激しさを増していた。日本の米軍基地からも連日のように米軍機がベトナムへ飛び立っていった。ベトナム戦争に反対する学生市民たちの声は日増しに大きくなっていた。読ませていただきました。しかし三島さん、書くことと行動することは大きな違いです。作家であるあなたはやはり書くことに専念すべきではないでしょうか。ノーベル文学賞をいただくという話もあるそうですし、書くことを通してでもあなたの目的は達せられるのではありませんか。山本さん、私は書くことを捨てました。正直ノーベル文学賞には興味ありません。今私は来るべき70年の安保条約延長に向けこの日本をどうするか、自衛隊をどうするかのみ関心があります。わかりました。何か訓練面でお役に立てることがあるかと思います。またお会いしましょう。よろしくお願いします。どうしても強く訴えたいときは人質という手法もあり得る。たった一人でこれだけのことができるんだからな。すまんすまん、待ったか。いや大丈夫です。悪いな。いや、それよ。いや、ちょっと急な話で申し訳ないんだが、論争ジャーナルへ移った持ち丸からの申し入れなんだ。彼らが3月1日から自衛隊でやる訓練に参加してくれないか。
突然5人の欠員が出たらしい。いや、でも我々は日学堂は三島さんや彼らの祖国防衛隊構想には批判的だから、僕が参加してもしょうがないじゃないですか。いや、我々は決してあの構想を全面的に否定してるわけじゃない。この機会に三島さんの誤解を解いておきたいんで、いわば日学堂からの特使として御殿場へ行って彼らの訓練に参加してくれないか、森田。はい、わかりました。自衛隊調査学校の山本一斗殿だ。気をつけ、けなれ。あなたはどんな風に人生の幕引きをするのかしら。決まってるじゃないか。武士道というは死ぬことと見つけたり、僕はこの道をただひたすら行くよ。さあさあみんな召し上がって。あ、いただきます。ワインもあるし。いただきます。それしかないのね。あ、ありがとう。失礼します。失礼します。さあさあさあみんな取ったか。グラマチ急げ。はい。次ちょっと待って、違うグラスに入れて。いただきます。よし、ありがとうございます。うまっ。おいしい。おいしい。うまい。おいしい。森田、なんかいけるだよ。どういけるだろ、お前。うん、いけ。いきます。おいけ。森田市長、ございます。よし。いよし。はい。義理と人情を明にかけりゃ、義理が重たい男の世界。幼さかなじみの観音様や。どうぞ諸君、我々は今まさにソ連に奪われた祖国の領土、貝殻島、水晶島が見渡せるところまで来ました。この霧の向こうには昭和20年大東亜戦争終戦のどさくさに紛れて北海道まで軍事占領しようとしたソ連帝国主義が何の法的根拠、歴史的根拠もなく軍事占領している北方領土があります。我々は今まさにこの北方領土を目の前にして、体中の怒りが、民族の血が滾りつつあるのです。
こら、おい、お前何をしてんだ、人の骨。僕ら北方領土を取り戻そうと思って。北方領土？そうです。ソ連の奴らが終戦のどさくさに紛れてこの日本の領土である北方領土を無理やり奪い取っていったんです。そんなことが許せますか？俺たちはその日本の領土を取り戻しに行きます。なのでこの船の鍵貸してください。まあこの船でこっからちょっと沖に出てみろ。ソ連の船に捕まっちゃうぞ。捕まったら半年や一年帰ってこれないぞ。それでもいいのか？遊撃戦。正規戦。攻撃と防御。これらは指揮系統に基づき情報収集によって生まれる。このことを忘れないでください。はい、では10分間の休憩。ありがとうございました。ありがとうございました。山本さん。なんだ。休憩時間なので質問します。敵の殺し方を教えてください。刀をどうやって使えば失敗しないで人を殺せるんですか？森田君、敵を倒すのに刀は現代では有効な武器じゃないよ。では誰をどうやって殺せば日本のために役に立つんですか？日本で一番悪い奴は誰なんですか？自分が死ぬ気がなければ人は殺せない。いいか、私にもまだ本当の敵が見えないでる。そんなのんびりしたこと言ってていいんですか？入隊した者によって構成され、同志的結合を旨とする。隊員は服装および容疑を端正にし、規律と品位を保つよう努めねばならない。学生長持丸博士。1968年10月5日、三島由紀夫は盾の会を結成した。盾の会は民間人による軍事組織、つまり民兵の指揮官養成を目的とする組織だった。活動資金は全て三島が負担した。収穫派と ML は国電で新宿方面に向かい、代々木で降りて線路図に新宿駅に入りました。
報告します。社学堂は六本木の防衛庁を攻撃した後、午後7時頃新宿で合流しました。先生、新宿駅東口に集結していた各派の部隊は大川戸横の映画の看板を倒し、駅構内に突入しました。警察は手ぬるい。新宿東口に集まった群衆に全く手出しませんでした。彼らはヘルメットを脱いで群衆の中に入り、人々を扇動しています。今まさに共産主義の間接侵略が行われています。我々が決起するのは今です。そうだ、いや、盾の会はまだ活動を開始したばかりです。我々には今決起するだけの力はない。時期尚早です。報告します。今新宿で騒乱罪が適用されました。自衛隊は治安出動しないんですか。三島さん、これで情勢はほぼ決定しました。警察は騒乱罪で学生と群衆を全員逮捕して事態を収拾するでしょう。ですから今夜自衛隊の治安出動はまずありません。こうなった以上、隊員たちを解散させるべきです。あなたは彼らのこの熱き思いを無視しろとおっしゃるのですか。私は右翼だろうが左翼だろうが暴力に反対したことなんか一度もない。無原則あるいは無前提な暴力否定という考え方は共産党の戦略に乗るだけなので好きではない。政治思想において私は諸君と正反対でしょうが、ただ私は今まで日本の知識人が思想というものを振りかざし、知識を武器にそれだけで日本人の上に君臨しているという形が嫌いで嫌いでたまらなかった。諸君がやってきたことを全ては肯定しないけれど、日本の明治大正時代の教養主義から来たその知識人のうぬぼれを鼻から叩き割ったという功績は絶対に認めます。戦後知識人の問題として三島先生が三島さんが、ここで思わず先生という言葉を使っちゃったわけですけれど、しかしながら少なくともこの東大で現実的にそこら辺にいる東大の教師なんかより三島さんの方がよっぽど先生と呼ぶに値するだろうということで、それでまあ僕は使ったわけです。その三島さんの戦後知識人に対する批判は僕は実に当たっていると思う。だけどそれだけでは僕らと三島さんの対決点は出てこない。それはおそらく知識人を含む他人との関係性を問題にすることによって現れてくると思う。ちょっと待った。俺はな、今日三島をぶん殴る会があるって聞いたからここに駆けつけたんだよ。あのな、お前みたいにな、そうやって無規定に関係性っていうものをな抽象化して論を立てたところってそんなもんお前観念のお遊びに過ぎないだろ。ちょっと待って、関係性を逆転するのが革命じゃないの。そうだ、お前三島の作品なんて面白いと思って読んだことは一度もない。俺もだ。ただ英雄の声以来天皇についていろいろ書いてるし感情を書き散らしてる。俺はもう三島ってのは時間性にこだわってしか天皇が描けない。だから今自衛隊の真似事をやるとかああいうみっともない行動するんだ。そうだ。よし、これは真面目に言うんだけれども、安田講堂に全教徒の諸君が立てこもった時に天皇という言葉を一言君らが言えば、私は喜んで一緒に閉じこもったであろうし、喜んで一緒にやったと思う。なぜなら今の天皇は私が考えているような天皇ではいらっしゃらないからなんだ。
私は天皇というものに昔の神のような天皇という流れをもう一度再現したいと思っている。そうするとあんたは天皇と自分の創作活動を一体化したところに美を見出すわけ。ああそうだ。ナンセンス。なんだ、日本がなきゃ存在しない人間なんだよ。それでいいじゃないか。あ、僕はだね、日本に生まれた以上武士として死んでいきたいんだよ。いざ武士。三島氏が言う天皇というのは現実的な天皇ではなく幻想上の天皇だ。しかし天皇が現実の関係性を超越した一つの観念、絶対的な観念であるとすれば、歴史が示すようにすでに現実の関係としてその観念を裏切ってる。したがって三島氏は自ら現実の関係性を向かうために政治的に行動せざるを得ない。ならば僕たちが天皇と言うも言うまいも現実に存在する関係性、つまり国家というものの廃絶を僕らのように目指すべきではないのか。その論理は確かに一貫してるけれど、私は論理に従って行動しようとは思わない。つまりだね、もうね、ここまで来たらだね、残されたのは意地だ。天皇を天皇と諸君が一言言ってくれれば私は喜んで手をつなぐと言ってるのに、いつまで経っても、言わないからこうなるのさ。ああ、そういうことさ。僕は逆に三島さんが僕らの戦いを評価するならば、僕らと共に戦っていただきたい、そう呼びかけます。諸君がやっている既成概念の破壊ということには私も同意します。私も文学者として、長いことそれをやってきたつもりだ。しかしだね、今僕自身が既成概念の権化として受け取られていると、奇妙な嬉しさというか、こそばゆさを感じている。しかし私は諸君のその熱情は信じます。それだけは信じます。他のものは一切信じないとしてもそれだけは信じるということは分かっていただきたい。ああ、それで僕らと共闘するんですか。どうだ、しないんですか。どうなんだ。私は共闘を拒否します。自分の大学3年間の青春は日本学生同盟幹部としての民族派運動にありました。その運動を通じて三島先生を知り、先生に大きな恩を受けました。その恩をこれから返していこうと思います。したがって我々は日本学生同盟を離れたいと思います。思い残すことは何もありません。つまり盾の会一本で行くということか。そうです、申し訳ありません。先生が最近書かれた反革命宣言を読ませていただきました。その中に後に続くものあるを真実とお書きになっています。これには私も全く同感です。しかしさらに有効性は問題ではないとも書かれています。有効性を問題にしない運動とは一体どのようなものなのですか。有効性がなければただ言葉や思想をもてあそんでいるだけとも捉えられかねません。いや、実際に自らの命をかけて切り死にすること、それ自体に意味があるのです。その行為こそが後に続くものを作り出すのです。本当に日本の変革を目指すのであれば、行動する以上勝たなければ意味がないのではないでしょうか。だとすれば戦車やミサイルといった敵に勝る武器がどうしても必要になってくるはずです。有効な手段を伴わない精神論は役に立ちません。いや違います、それでは問題の立て方が全く違うんです。己の肉体をかけてこの日本の文化を守るのが我々の目的である以上、武器はその象徴である日本刀でなければならない。後に続くものあるを信ずというのは日本の伝統的な価値観を守るものを信じる、そういう意味なのです。三島さん、気になさらないでください。彼は言いたい放題言ってますが優秀な自衛官です。しかるべき時にはしかるべき役割を果たしてくれるでしょう。
国だ。俺が魂を売り渡すと思うのか。しかも共産主義に。僕は先生にお詫びしなければならないことがあります。何だ。実は僕は先生の作品を読んでもほとんどわからないんです。何だお前、そんなことか。俺はな、お前たちと一緒にいるときは作家や文学者じゃないんだ。お前たちと同じ心を持ったこの国を思う一人の男だ。安心しました先生。僕はあと一人になっても先生の後に続きます。必要なのはな、知識ではない、志と行動、そしてみずみずしく美しい精神。その精神は美しい肉体にこそ宿る。肉体の堕落は精神を蝕んでしまうからな。はい、体なら鍛えています。何だ。はい、お前が信じるものは何だ。この日本です。そうだ、この日本で美しく生きるということはすなわちこの国のために死に方を考えるということだ。はい、みんな頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。盾の会行動事項第一条、盾の会は皇居に入りそこを死守する。第二条。ちょっと待ってください三島さん、それは最終的な行動です。我々が先に動いては絶対にいけません。ボートが皇居に乱入するという事態は、警察が破防法まで持ち出して学生たちを抑え込もうとしている今は考えられません。今我々がしなければならないのは、その日に備えてまず白兵戦の訓練をすることです。
たち自衛官は自分自身の内なる叫びによって行動を起こせないのですか。誰かの命令がなければ自らの血を流せないのですか。自らが己の義務によって動くのが軍人なのではないのですか。そうでなければ普通の会社員と同じです。どうした？先生、これを。先生、僕は先生についていきます。お前の剣は筋がいい。強くなるぞ。先生、本当の強さを教えてください。森田、本当の強さとは美しいものだ。僕には難しいことは分かりません。もっと強くなって、先生のように強くなって立ち上がりたいんです。落ち着け森田。落ち着いてなどいられません。このままでは左翼がますますのさばり、この国は変わり果ててしまいます。焦るな。俺も計画は練ってる。闇雲に動いても抹殺されるだけだ。抹殺されたって構わない。この国への思いが伝わるのであれば、先生と一緒に立ち上がれるのであれば本望です。森田、若さとは愚かさではないんだぞ。僕は愚かでも構わない。それこそが生きた証なのではありませんか。いい香りですね。
報告します。僕はこの度正式に婚約しました。よしこさんとか。そうか、持ち丸おめでとう。いつかこんな日が来ると思ってたよ。子供はどうなんだ。ん？子供ができたら、じゃあ俺の本名の君だけの一字をあげような。そうか、よかった。式の日取りはどうなんだ。ね、どうするんだ。まだです。よかった。そうか、いよいよか。先生、論争ジャーナルの一件ではご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。中辻さんや磐梯さんもあの雑誌を続けるために必死だったのです。今そんな話をしなくてもよいだろう。田中正源が盾の会のスポンサーは自分だと会う人ごとに言いふらしてるの知ってるか。そんなことになったのはな、中辻や磐梯が盾の会の名前を勝手に使って自分たちの資金集めのために田中のところに行ったからだ。俺が誰からも金をもらってないのはお前が一番よく分かってるではないか。あいつらは盾の会の精神を全く理解していなかった。俺は裏切られたんだ。彼らを会に残す気持ちはないということですか。ああ、自分たちから退会していなければ除名にしていたな。そうですか。でも編集長の中辻さんが盾の会を離れるのなら、論争ジャーナル編集次長の僕もとどまるわけにはいきません。いや、お前が辞める必要はない。実は大学卒業後の就職も内定しています。警備会社です。サラリーマンになるのか。はい、今後は論争ジャーナルとも盾の会とも距離を置き、新たに民族派の活動を続けていきたいと思います。持丸、二人で作ってきた盾の会だ。俺が給料出す。大学を卒業したら盾の会の事務局をやらないかな。よしこさんと家庭を持てるだけの額は毎月ちゃんと払うぞ。先生、ありがたいお話ですが、僕は一人の社会人として民族派を生きたいのです。
しまうのか。盾の会のメンバーは現在第4期まで増えました。そして先ほどの提案により新しい班編成も決まり、隊の形も充実しました。そこで私、持丸宏は一身上の理由から学生長の任を辞し退会したいと思います。今後は隊の外から協力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。次期学生長、森田正和。1969年10月21日、ベトナム戦争や日米安保条約に反対する学生労働者たちは1年前のように新宿で騒乱状態を起こそうとした。しかし戒厳令を思わす圧倒的な警察力の前にその計画は失敗した。逮捕者は全国で過去最大の1600人近くに及んだ。先生、震災区が最大の政治決戦とした。今年の 10.21 も警察に抑え込まれた。この国を守るのは自衛隊ではなくなったんだ。強大な警察の官僚たちが軍人に変わってしまった。自衛隊の治安出動はなくなり、我々も決起の機会を失い、そして我々から持ち丸も去った今、盾の会は今後何をすべきか。盾の会と自衛隊で国会を包囲し、憲法改正を発議させたらどうでしょう。いや、そうなると日本刀以外の武器も使わなくてはならなくなる。それに国会の開会中に議員に使者が出たらまずい。しかしこのままでは我々の存在意味はありません。お前がもし左翼の米軍基地闘争でアメリカ兵が日本の学生を殺す場面に遭遇したらどうする。直ちにそのアメリカ兵を殺し、自分はその場で腹を切ります。
我々日本人はキリスト教文化とは違い、命に罪を求めない。それは命の美しさを知ってるからだ。だから死にも美しさを求める。俺も死は恐れてはいない。しかし時間という物言わぬ力を恐れている。いや、待たせたね。何か聞きたいことがあるんだって？でもあまり時間がないんだ。あ、それでこうしよう。君が一番聞きたいことを一つだけ言ってごらん。何でも答えてあげるから。今僕が一番聞きたいことは、先生はいつ死ぬんですか？敵軍の連中やりましたね。ああ、そうだな。我々ももはや行動を起こすべき時ではありませんか？しかし自衛隊が動かない。自衛隊なんかいなくても構わないんです。我々だけで動きましょう。どうなんですか先生？我々が動いてもそこに自衛隊がいなければ意味はない。盾の会を生んだのは自衛隊なんだ。我々が帰るとこは自衛隊しかない。そんなのもうどうでもいいんです。我々だけでやるんです。先生、先生、俺もすでに死は覚悟している。俺も同じです。先生に預けた命が叫んでるんです。お前が盾の会の隊員で一番信用するのは誰だ？それで大事な話って何ですか？はい。おお、ケンイチ元気にしとるけ？親父、東京に来る用事があったで、ついでに顔見に来たんやで。そうか。母さんも心配しとるわ。お前が何も連絡を起こさんでちょっと顔見てきてって言われてんや。そうか。おふくろ元気してる？うん、元気元気。あ、
森田さん、森田です。いつも健一がお世話になってます。こちらこそお世話になります。はい、干物、久しぶりに一杯飲もうか。おお、じゃあ酒買ってくるわ。なんかこれつまみだ。ありがとうございます。すぐ戻ります。すぐ戻ろう。いやびっくりした。森田さん、ケンチとこういう活動をしてなさるんけ？森田さん、ケンチは昔から真面目でまっすぐな子やで、何事も思い詰めるたちやで。やけどあの子は大事な一人息子なんじゃ。こういう活動に巻き込まんといておっけの。頼ますわ。お願いします。急を思い出した。先出るわ。なんか大切な話があったんですよ。いや、いい。またにするよ。長い間お世話になりました。いえ。でももう足掛け4年ですよ。いや、おかげさまで自衛隊での訓練は初期の目的を達成できました。しかし学生たちの体験入隊はしばらくの間やめにしようと思っています。組織を作るのは簡単ですが、いや、維持をするのは本当に難しい。先生、もうこんなことはやめにして、そろそろご自分本来のお仕事に邁進した方がいいんじゃないですか。ノーベル賞は川端さんがもらってしまったからな。ああ、奥さんも残念だったでしょうね。いやいや、女房はそんなもの欲しがる人ではありませんよ。もし僕がいなくたって一人でちゃんとやっていける人なんですよ。先生、まさか何か企ててるんじゃないでしょうね。福岡さん、もしあなたがハイジャックされた淀港に乗り合わせていたらどうします？この話はやめにしましょう。あなたは正直な人ですね。いいんですか？今の質問に答えなくて。とうとうやるんですか？山本さんも一緒に行きますか？
やるなら私を切ってからにしてください。山本一さん、あなたは冷たい人ですな。お前には俺と森田の最終行動に加わる覚悟はあるか？はい、あります。ついにやるんですね。いや、最終行動には古賀正義も加わる。まず自衛隊で隊員の決起を流す。そして応じる者を連れて国会に入り、憲法改正を訴える。目標は一概の党武装幹部だ。そこで自衛隊の武器庫を抑えましょう。ああ、党武装幹部には実動部隊の第32連隊がいる。だから弾薬庫があるはずだ。先生、万が一自衛隊の邪魔が入ったら、その時は殺してもいいですか？いや、それだけは絶対やるな。関係のない人を巻き込んでは絶対いけない。はい、まず弾薬庫を占拠し、総監を拘束すれば迂闊には手を出せないだろう。先生、我々の人数では弾薬庫と総監の2本立ては不利です。どちらかに絞りましょう。それに弾薬庫を占拠するとき銃撃戦になるかもしれません。武器はどうしますか？計画をもっと具体的に絞り込まなければいけないな。おーちゃん、おーちゃん。はい。どうしたんですか、森田さん。俺に命をくれないか。頼む。森田さん、誘ってくれてありがとうございます。よろしくお願いします。
のしていることは何の効果もないのかもしれない。人によっては狂ってるというだろう。しかし俺は孤立を恐れない。これはいわば絶望からの出発だ。世間の支持を期待するようなそんな思想の磨き方ではもうダメなんだ。精神を